20歳のプロボクサー松岡選手の朝は15キロのランニングに始まります。彼は現在西日本と九州地区を合わせたジュニアバンタム級の西軍の代表です。2月16日には後楽園ホールのリングで東軍の代表と全日本新人王の座をかけて戦うことになっています。高知市にある黒潮ジムの会長小川さん、自ら松岡選手のコーチに当たります。小川さんは松岡選手を人一倍負けん気の強いファイターだと言います。そうそう、これ伏せ、いつもこれ伏せつけんのなんだ、まあ、そう小川さんのジムからは今まで2人の西日本代表が生まれたのですが、残念ながら全日本新人王の夢はまだ叶っていません。彼は今祖母と生活を共にしています。父親は3年前病気で亡くなり、母も交通事故で入院中だからです。彼のボクサーとしての資質はこんな境遇から生まれてきたと言われています。いや、入っちゃったから、入って2回曲がってたから、結局入って2回誰も女に入ってきたな。そうよ、しかし彼は境遇に負けるような若者ではありません。それどころかちょっと目立ちたがり屋さんでもあるのです。ボクシング始めたのはどうしてかな。ちょうどその時ジャズダンスが流行ってて、ジャズダンスやろうかボクシングやろうかっていうような感じで、で友達にジャズダンス見学しに行こうと言ったら恥ずかしいから嫌やということで、それでボクシング見学しに行ってボクシング始めたみたいなもんですけどね。ジャズダンスとボクシングじゃ全然違うな気がするんだけど。いや、けどやっぱりボクシングもリズム感があるし、ジャズダンスもリズム感があるし、こう体動かすことが好きだし、だからこうまあボクシングの方に行ったんですけど。高校3年でボクシングを始めた彼は、プロデビュー後も順調に勝ち進み、去年10月、大阪での西日本新人王戦に挑みました。松岡選手のもう一つの顔は銀行のガードマンです。本当のことを言うと、彼は身軽な素質を生かしてアクション俳優になりたかったのだと言います。2年前東京のあるアクションクラブの門を叩き、その試験にも合格しました。しかしいざとなると家族を見捨てて上京するわけにはいきませんでした。それで地元に職を見つけ、プロボクサーに自分をかけることにしたのです。あの時に大変なのよ。分かるやろ、癖分かるか、癖必ずこう来ちゃってから溜め作っちゃってる、そのまんまやなしに、こう来ちゃってからこうちゃう。画面で赤いトランクスを履いているのが今度の新人王戦の相手、
ハードパンチが武器のサウスポーです。負けよ。慶応負けっしょ。ほんで、うん。負けで、慶応。でも妙に。当たったよ、ない。ない、ない。パンチ当たったら向こうも転ぶんやから。絶対ただ、顎を上げていかんよ。取ったんことやな。打ち合いするときも必ず相手より下におる。下で打ち合いするんや。何にもない男や。うん、このパンチだけや。1月15日成人の日、彼はこの日夜になってもジムの練習に姿を見せませんでした。成人式で久しぶりに顔を合わせた友人たちと夜の街に繰り出していたのです。今日はさ、ジムの練習サボって大丈夫なの？サボって、いや、怒られます。怒られました。ジム会長に電話して断ってます。やっぱりちょっと一時休養というか、まだこれで気分を新たに、まだ今度全日本頑張ろうと思って、ちょっと今日はバーッとやって、まだ明日からまた頑張ると思ってますけど。ボクシングやってなかったら、自分も今遊んでる友達なんかと一緒に遊んでると自分では思うから、まあ自分頑張ってるから今こっちが青春なんですけど、今はもうここまで来たんだから、もうボクシング一生懸命やって、何としても自分の納得いくところまで一応やり通したいというか、その選手食ってまた上に上がっていきたいです。プロボクシングの世界では毎年300人もの新人が誕生しています。その中で頂点を極めようと思えば、どんな誘惑にも耳を貸さず練習に打ち込まなければなりません。それは彼自身が自分の若さに挑む戦いでもあるのです。